その会長と副会長が暴走したらどうするのです。それはでも九条さん部外者だしな。どうなんです。あれ今なんて よく頑張った。あとは任せろ。さっさと終わらせたいと思うんですが、議論って必要ですかね。剣崎会長が生徒会長になれたのは、どんな生徒でも熱意さえあれば生徒会役員になれるという仕組みがあったからです。これ以上議論は必要ですか。ありゃ